ないですよ。共産党の中の人も一部、まあ、今、権利持ってる人間が、まあ、政府寄ってることと、まあ、個人裏寄ってること違うんですよ。例えばね、3回500万人のデモ参加した。大体、北京市のね、9割の人間が、そういう事件参加した。参加してないのおじいさん、おばあちゃんとか、大体みんな同じの気持ち。なるほど。じゃあまあ彼らは知ってると。それでまあ、ただ参加はできないけどね、という。どうなんですかね、まあ、民主化運動としては、共産的には例えば今日本にいる留学生の人たちがわーっとこう盛り上がるのは想像してないっていう感じですか？在日の留学生が民主化運動の組織に参加するの盛り上がる、はい、多分ないと思う。ないってことですか？はい。それは20年こう徐々に減っていったっていうような感じなんですか？徐々に減っていた、一気で減っていたんですよ。一気に。うん、それはもう直後ってことですか？事件の。そうではなくて。みんなは、例えばね、当時は、89年はね、私のグループ、の仲間ですね、一回お酒飲んで、全部警察逮捕されたんですよ。渋谷でね、喧嘩して。ね、逮捕される警察連れて行って、警察びっくりしたんですよ。仲間はね、50何人、まあ、全部大学院生、日本。大学生もいない、全部大学生レベル高いのね。なんでみんな、今、残ってる私だけですよ。なんでいないのか。その50人はね、52人はね、今30人以上。日本の大学の教授になってる。おお。だから大学の教授になると政治運動とかやっちゃいけない。うん、それぞれの大学の中国の教授があるから。うん、それ、ね、元運動やるとこういうことはできない。だからみんな運動はやめる。でも心変わったんじゃないです。なるほど。表でそういうふうに。組織、民主化組織はやらないと。まあ大体そういう状態なんですね。あと、まあ何人か自分の会社作って、大きな会社の社長さんになって、OE の会社はね、従業員はね、日本人2000人以上、中国1万人以上の会社持ってるの、社長いる。例えば個人でわーってデモ出ると、まあ下の従業員は立場もなくなるから。だからそういう状態はもう刑務事件に対して運動は出ない。まあ多分、今来てる質問でもあったり、なんて言うんですかね。変化を、要するに徐々にやっていくっていうことですよね。はい、王さんの民主化の話っていうのは。はいはい、だから共産党を一気に倒すっていう民主化運動の考えで聞いてるとちょっと違う話だと思うんですね。やはり、こう、平和的にっていうことなんですかね。そうです、そうです。そうですね。革命みたいなことでは革命はね、今の時代は中国はね、不可能。それ一つ。うん、もう一つはね、革命はね、中国共産党で、倒す。力、ね、労働者とか運動ばーで集めて、共産党を倒せば、今の政府を倒せば、ね、逆に倒したのグループが、今までの中国政府の、よりもっと問題だったら出てくる。なるほど。だから平和的に、まあ大体今みんな共産主義はダメと思ってるから、共産党の看板を下ろす。共産党の、まあ、ロシアみたいなね、共産党の内部の人が出てきて、共産党の看板書いていかないと。政府以上ね、公民政党で中国は60年間で一応安定させたんですよ。
全部それ軍の人とか政府の公務員全部倒したら大変大変の状態。この社会はアメリカ、まあ、ロシア、日本もそうですね。あの国際今ね、中国を安定して民主化を横に進んでいく。共産党が共産主義はなくなる、民主主義に変えていくの。それが中心。なるほど。じゃあ、あれですね、まあ、質問でもあるんですけど、少数民族の自決権とかそういう話も、だから緩やかな民主化の中でそれぞれで選挙ができるようになりっていう未来の話ですよね。あれ、うん、なんかその王さんがだから、うん、ダライラマ法王との、はい、その関係で、だからなんとなくこう高度な自治と独立っていうチベットの方の議論がある、うん、だから高度な自治の方法ですか。だからこれからそういうふうに緩やかに選挙もやって、うん、で時間がかかるってことですね。あ、まあ、うん、そうですよね、うん。ダライラマ法家はですね、あの今自治区だけでいいです。そういう方法でやりたいんですよ。我々ね、あの考えたのはね、自治区だけでね、あのチベット問題、民族問題解決できない。今のチベット問題、ウイグルの問題はね、一つ民主主義の、民主主義の問題、もう一つ宗教の自由の問題。例えば宗教自由になれば、ダライラマ法はチベット人だけの王様じゃなくて、まあ世界の王様になってる。ダライラマ法、宗教はね、うんうんうん、中国全体は宗教自由はないから、すべて管理されてる。例えば今自治区だけになってる、チベット人だけ仏教、あ、許される、許されるんですね。まあじゃあ漢民族、まあ全体中国、あちこちのチベット人もいるから、それどうするのか、ね、問題もあるよね。宗教の問題と民主化の問題。例えば自治区だけでも、例えばなってもチベットのあそこ住んでる、住民チベット人が、誰決める。例えば亡命政府、今60年間今インド行ってチベット帰ってきたら、やり方をね、うん、文化と違うところあるじゃない。60年間も交流もないし、何もないから、ずっといるそのチベット人と、うんうん、はい、まあ、外に出てきたチベット人ってことですね。そうです。だから全て民主化になって、まあ、地方の県のね、東部の人、チベット人自分で決めればいいんだよ、そこをね。その後はチベット自治区とか全体に、政府どうするのか、まあ、独立するのか、まあそこまで理論すればいいですよ。だからそれ、チベット問題は私、民主化の問題。それあともう一つは大きいのね、民族の問題、間の問題どうする。民主主義の問題なんですけど、君の方法とかね、民族文化の交流、今まで60年の間で漢民族と亡命政府のね、いろんな問題が起きて、ちゃんと今理解できてない、どういう方法で漢民族とチベット民族、民族の間理解できるのはね、今私は一生懸命はそういう方法、お互いの文化守るため、民主主義になってもこういう問題まだ残るでしょ。そうですね、全部クリアになるわけじゃないですもんね。そう、中国人の中、ダライラマ法、チベット人大嫌いのいるでしょ。チベット人もいるし、もうこういう対立はどういうふうに改革していく、どういうふうに